さ、これで西尾里中央道だ。あ、違う、曲がっていかないと行けんからか。まっすぐでも一応管理員だね、打ち当たるけど、まあそうやね、遠回りになっちゃうから、まあ、名古屋方面、東側に行こうとするやつだね。曲がってんねー。あんた誰か突っ込んでるね。いつものことじゃ、いつものことじゃ。あ、ここ総合エナジーやん。総合エナジーあるね。152円安いね。総合エナジーはどこ、進出鬼没だよな、この総合エナジー。チェーン店マップとかにも乗ってこないんだよな。あ、これ辺りのラーメン屋さんももう閉まってるね。実は50年餃子。もうすっかり無人販売定着しましたね。まあ遠隔リモート管理とかもできるし、今は。逆にそっちの方が強盗とか入った時でも、あれですからね、スタッフに危害が及ぶとかっていう心配がないんでね。まあもうちょっと突っ込んだ言い方をすると、それによってね、いろんな賠償とかそういったようなリスクとかが軽減できますからね。はぁ、結局ここら辺に時間空いてるってなると、そこのマックとスキアなんか結局まあ、しゃあないな。あ、でもこれ曲がった先のところにもバリバリ券あったね。いや、別に全然肌、膨れてるからいいんだけど。普通に夕飯 2.5 回ぐらい食ってるもんな、もう。あ、熱帯やったら熱帯でもいいのか。この辺りは熱帯も多いですからね。あ、そこやってんだ。ああ、有楽屋、家系か。これとか、富士一番か。がそうだ、あるわ。この前から打ちにしますね。そこの勝屋まだやっとるんや。へえ。深夜1時までかな。へえ。それがまたね、23号までストンと繋がったらまたね、便利なんですけどね、なかなか繋がらんね。この辺り、この前、ちらっと歩いたところですね。何だったっけ？駅ナンバリングか。うん。あれ、タイトルどうしようかな？まだ決まってねえんだ。まだ決まってないんだよな、あれ、タイトルが。
2、3パターンぐらいね、いろいろと考えてるんやけど、なんかしっくりこないんだよな。なんだったっけ。駅ナンバリング11&21の駅完全制覇の旅だったっけな。なんと、どっちかというと、説的な方で行った方がいいのかなってことね。駅ナンバリング11、駅ナンバリング11の駅、一番すごいの四日市駅に決まってる説とかね。ちょっと長くなるんだよな。なんかもっとうまいことパッとまとめるのがあったらいいんだけどなと思いながら。どうしたもんかなと思いながらずっといますね。うん。お、最近すっかり見なくなった川間ホームセンターのマーク、これ持ってんだ。ようも、もう閉まる時間か。まだ130円でやっとるけど、すげえ。あそこのお好み焼き屋さんは学生時代結構使ってましたね。実は学生時代、特に大学後半、車持った後はね、結構よく無駄におかんと行ったな、あそこは。ああ、かわいいよ、かわいいよ。ほんとトイレ近いよね、山田さん。